ホフマン・ノーラは、ハンガリー・ブダペスト出身の女性アイスダンス選手。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスハンガリー代表。2003年、2004年世界ジュニア選手権2位。2003年、JGP ファイナル優勝。パートナーは、マキシム・ザボジン、エレク・アティッタ。ハンガリーの首都ブダペストに生まれ、5歳の頃にスケートを、始めた。 やがてエレク・アティラとカップルを結成し、1998から1999年シーズンより ISU ジュニアグランプリへ参戦を果たした。当初は表彰台に上ることもなかったが、2001から2002年シーズンにより ISU ジュニアグランプリで頭角を表した。翌2002から2003年シーズンには JGP アリゾナと JGP ブラウエン・シュベルター、坂月の2大会で、 連続優勝し、JGP ファイナルでは2位、世界ジュニア選手権でも2位となり、頭角を表した。また、ハンガリー国内で開催される、ハンガリー選手権のシニアクラスで優勝し、シニアクラスの2003年欧州選手権と2003年世界選手権にも出場した。2003から2004年シーズン、ISU ジュニアグランプリの JGP ソフィアハイと、 JGP スケートブレッドで優勝し、JGP ファイナルも優勝を飾った。2004年世界ジュニア選手権では2年連続の2位となり、翌2004から2005年シーズンからはシニアに完全転校した。シニア転校後は ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたものの、表彰台に上ることなく、2006年トリノオリンピックでは17位に終わった。 2007年欧州選手権でオリジナルダンス後に棄権。2007年世界選手権は欠場し、シーズン終了後にカップルの解散を発表した。2008年にアメリカ所属だったマキシム・ザボジンとカップルを結成。ハンガリーから2009年欧州選手権に出場したが、再びオリジナルダンス後に棄権。翌年のバンクーバーオリンピック出場枠がかかった。 世界選手権への出場は見送った。2009から2010年シーズンは毎シーズンの国際スケート連盟主最競技会でのスコア記録がないため毎シーズンに続いて ISU グランプリシリーズへの招待はなく、その他の国際スケート連盟シーズンカレンダー、経済競技会への出場が続いた。前シーズンに獲得できなかったオリンピック出場枠を最終予選会である。 ネーベルホルンハイで7位に入り獲得したことを皮切りに以降の競技会で優勝を重ねたバンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催競技者はホフマンザボジングミのみありがとうございます